アップデートに翻弄されつつも、今回もサバイバルしていくぞ。なかなか大胆な変更だった。作ったものがことごとく裏目に出たな。相変わらずタイミングが悪いというかなんというか。もう慣れた。で、前回建設した新しい拠点。そこにある溶鉱炉に採掘してきた鉱石をぶち込んでいきます。放り込んですぐにインゴットになるあたり、高性能だよな。で、プロメシウムはペレットにするまで時間がかかるので、簡易コンストラクターを利用して、時間をかけて加工していきます。アドバンスドコンストラクターの方が早いんじゃねえの？いや、この数だとコンストラクターでの生産の邪魔になるからな。それに、簡易コンストラクターはエネルギーを必要としないってのもある。ホバーベッセルのコンストラクターとか使うと燃料食っちゃうからな。なんかドアが歪んでたぞ。採掘中にドローンが攻めてきてたっぽいな。さて、畑も収穫できる頃合いだ。レシピが変わって、缶詰を作れなくなったと前回言ったけど、その後に修正来て無事に缶詰が作れるようになりました。字幕入れて再エンコした意味なし。ガラスひび割れてんぞ。ドローン被害が広範囲だったか。資材消しって強化コンクリとか使ってないから、迎撃砲台増やすなりしないとダメかな？無駄じゃね？ジャンクロードが原因だし。自分が拠点周辺にいる限り、砲台がアウトレンジで迎撃するが、離れすぎるとチャンクがロードされた時に拠点の至近距離にドローンも出現して被害拡大するのな。被害を減らしたいなら、警報確認と同時に拠点に撤退しないと無理だろ。あと、拠点周辺に対する砲台以外に、突破してきたドローン迎撃用の砲台も用意しておいた方がいいな。砲台も量産しないとな。言ってるそばから。まあ、拠点にいる間は大丈夫だべ。砲台がアウトレンジで一方的に撃墜するし。せやな。でんでんで、クリエイティブ。前回宣言した、月に行くための小型キャピタルベッセルを作ろうと思うんよ。ほん。でも、アップデートで色々と事情が変わってな。フラックスコイルの調達がキャピタルベッセル建造のネックだったんだが、地上のドローンからも低確率でドロップするように修正されてな。レアメタルの入手難度がいくらか下がったのよ。だから、今後ろで作ってる、アップデート前に作ったキャピタルベッセルをサバイバルで作るべきか微妙な状況なのな。ほん。せっかくだから建築メニューの使い方の紹介。N キーでメニュー表示で、対象面にチェックを入れて、ブロックをクリックすると、ミラーモードになる。これで左右対称の建築がしやすくなる。ミラー設置はサバイバルモードでも使えるから、建築にも利用するといいぞ。ブロックの撤去は、クリエイティブ限定でシフト右クリックで削除できる。サバイバルではマルチツールで回収することになる。クリエイティブ用の撤去はミラーモードが適用されて、対象側も削除されるが、マルチツールだとミラーモードは適用されないから注意。あと、左右非対称な形状をミラーモードで削除すると、ブロックの大きさによって巻き込みが発生することもあるから注意。それと、対象面の位置がずれていても大失敗につながるから注意な。対象面の位置を変更するには、N キーでメニューを開いて、対象面の項目にチェックを入れた状態で再クリックするだけ。ドラッグしてもいい。今は奇数のブロックでもミラーモードできるんだな。昔は偶数限定で辛かったな。で、ミラーモードを解除したいときは、対象面のチェックボックスの下にある、なしにチェックを入れる。対象面のチェックを外してもミラーモードは解除されないから注意。その上の接続できませんってのはなんだ？ブロックをコアと接続しないで配置できるモードだ。座標系はコアを基準にしているが、本体と引き離してブロックの設置が可能になる。この機能を使えば、一つのスモールベッセルで2機編隊を構成したり、武装を離れた場所に配置してファンネルみたいにすることもできる。ほん。採掘用ホバーベッセルで、ドリルモジュールを前方に離して設置して、視界を確保したりとか。アイディア次第で自由に使えるから面白い。で、作ってるキャピタルベッセルの方は？基本となる土台の設定中。船体の基本形をイメージしつつ、内装もろもろと組み合わせて、最低限の広さを確保しようとしている。そこで基準となるハンガードア。大きくてサイズがはっきりしているから目印にしやすいのよ。そういえば、船体に使うのは硬化スティールじゃなくて普通のスティールか？戦闘用じゃないからな。月でペンタキシドを回収するための拠点をアクアで用意して、月に乗り込むって目的だし。戦闘は搭載するスモールベッセルに任せて、最低限の資源とサイズで作ろうと思ってる。月に行くことだけが目的だから、ワープドライブも搭載しない。サイズクラス1を目指してコンパクトにまとめる。PCV-02 が回収してたらサイズクラス3になってしまったからな。PCV-01 がサイズクラス2、PCV-02 が3、CCV-01 がサイズクラス4。あ、そうそう、メニューの暗部機能も便利だから覚えておくといいよ。広範囲にご設置したときは、暗部を使わないと撤去が大変だからね。サバイバルでも使いたいよな。サバイバルにもあれば間違いなく便利だが、何でも便利にしすぎると大味になっちゃうからな。
マルチツールに耐久設定がないだけマシだと思っておこう。ご設置と解体だけでリペアステーションに通うことになりそうだし。ほん。下側の建設をしたいから、浮かせるか。浮かせるためだけの仮設置。スラスターに燃料に、ジェネレーターに RCS と。かなり雑に並べるな。いいんだよ。どうせ撤去するし。仮設置した機関部を撤去してっと。全体下部を追加していく。これ、サイズクラス1で済むのか？まだ大丈夫だろ。どのくらいのサイズからサイズクラス変わるんだ？知らん。おい。あ、そうそう、選択範囲の使い方。建築メニューのセレクションにチェックを入れて、ブロックを選択する。青い範囲が選択範囲。この青い範囲を調整して、作業範囲を決める。選択範囲を広げるには、真ん中のスケーリングを選択して、クリックやドラッグで調整していく。範囲が決まったら、加工内容を選択。コピー、カット、ペースト、削除、ブロックで埋めるなど。ペーストは1回目で仮設置、位置を調整してからもう一度ペーストを押すと確定だ。作ったけど位置を変えたいなどの時にカットペーストで移動させる使い方が多いな。あと、広範囲の削除もこの機能を使うと楽。ほん。ブループリントにパーツを登録して、呼び出して組み合わせるなどの使い方もできるから、大規模な建造に利用していくといい。それにしても、めっちゃ箱だな。ゴム豆腐。シンプルイズベストってやつだ。凝った形状にするほど、パーツ数が増えてコストがかさむし、細かいブロックのダメージ把握もしづらくなる。今回は低コスト感だから、実用性重視だ。壊れやすくても、修理しやすいものにする。ほん。こっそりカット。モーションセンサーの設定も補足しとくか。PT でコンパネ開いて、デバイスタブからモーションセンサーを見ると、センサー範囲のセットアップができる。左側のコントロールトールとキー、そしてナムキーで範囲を調整する。お前が邪魔で見えないが、右下にも操作方法が表示されてる。で、この赤い範囲がモーションセンサーの範囲で、この中に移動するとアクティブになる。ちょいちょいっと調整してっと。こんなもんか？これで、屋内のモーションセンサーで屋内外両方を感知できる。ドアの近くに行くと、モーションセンサーがアクティブになるわけだ。ナムパッドがない人はどうすんだよ。コンパネからでも調整できるから問題ない。上から4172と左右逆だからサイドの数字だけ逆転させて4712と。スライダーが細かくて手が震えるアル中には辛いか。微調整できるようにボタンがあるとありがたいんだがな。よしできた。これで反対側も同じ設定になった。念のために確認しといてっと。問題ないな。次に、センサーとドアを関連付ける。今度は、信号回路のタブだな。回路とか細かい設定もできるが、基本的に上側だけでも十分だな。下の回路を使うのはトラップや演出の時くらいかな。格納庫とかの演出で、レバーをオンにしたら、段階的に照明が点灯するとか。手前から奥、もしくはその逆。その時はディレイってのを使うんだが。そういう演出系は最初の1回見たら満足して、二度と使わないことが多いから作らなくなったわ。回路系は2つ以上のスイッチを使う時とかに利用することが多いから、単純なドアの開閉とかには使わないな。ドアとスイッチの関連付けは、スイッチ側のシグナル名と同じものを選択するだけ。タラップはオンとオフを逆にしたいから、I のチェックボックスにチェックを入れる。これだけ。コンパネから反対側も設定しておこう。これでよし。ドアの方は自動だから設定しなくてもいいんだけど、せっかくだから関連付けておくか。コンパネのリストからどのドアがどれだかわからなくなりそうだが、対象を照準した状態でコンパネを開くと対象の情報が出てくるから、その機能を使えばいい。ハットに表示させてもいいが、広い設備だと余計に混乱するから、俺は直接照準してコンパネ開くようにしてる。ほん。さて、動作テスト。問題ないな。というわけで、お披露目タイム。超シンプル。コストのために小型化し、最低限の性能。
それでもスモールベッセル搭載能力を備えた宇宙哨戒艇的なキャピタルベッセル。シンプルだから破損箇所の確認もしやすいし、低コストだから修理しやすい。安かろう悪かろう。あ、船体幅とターレットのサイズの都合で左右非対称になってます。なので射撃管制用レーダーって設定のレドームを置いてみたり。白くするの忘れてた。白くしたのが射撃管制用レーダーって設定のレドーム。管備のは右側、監視のは左側に設置してあります。船体側面はのっぺりしてんな。ワープドライブを増設するときは船体中央側面を拡張して対応できるようになっている。そこまでやると低コスト鑑定じゃなくね。建造は低コスト、近代化改修に備えた拡張性は別だ。ほん。船体下面はのっぺり。手抜き。同接機に着陸して拠点化するからこだわる理由はないのよ。基本レイアウトは FPV62 を参考にしている。バーレーン海軍アルマナマ9コルベット。出入り口は側面だけ。入ってすぐに操縦席や必要なものが揃ってる。コンストラクターはコスト削減のため定位置、冷蔵庫も低コストのために定位置を多数配置、資源に余裕があれば定位に各自更新といったところか。ベンタッチド回収が目的だからカーボボックスは大量に配置、医療用スキャナなども完備。で、2階。コアは船体中央部。この周辺だけは硬化スチールを使っている。戦闘用硬化スチールではないのな。上はブリッジだが完全に飾り、操縦席ではなく搭乗席になっている。これもうただの展望台だろ。せやな。で、格納庫。何これ。この船専用のスモールベッセル。コンセプトは徹底的に被弾面積を減らすこと、そして回避性能特化。武装は初期状態ではガトリング6、ロケット4。正面からの被弾面積を削減した代わりに機体全長を長くしてスラスターを詰め込んである。でもこの後アップデートで拠点の攻撃力が上昇したから、この機体がどこまで通用するか未知数。アップデート後にパトロールスモールベッセルで拠点攻略したけど、思ったより損害が大きくてな。この機体も運動性が足りなくてコクピットが吹き飛ばされるんじゃないかと危惧している。コクピット前方にブロックで破損覚悟のシールドをつけた方がいいかもしれん。視界は悪くなるが死ぬよりマシだし。ほん。それにしてもキャピタルベッセルもスモールベッセルも真っ白だな。宇宙ステーション攻略の時にドローンの残骸からアイテム回収したじゃん。したな。その時真っ黒な自分の機体を一瞬見失ってな。敵は色とか関係なしに捕捉してくるわけだし、迷彩とか無駄だと悟った。迷彩で不利益被るの自分だけだとようやく理解したかバカめ。だから宇宙で船外活動しても視認しやすい城でいいやって思ったのよ。まあその後雪原で見失うことになるんですけどね。あれだね、ガンダムみたいに派手な色使いの方がこのゲームでは正解なのかもしれない。でも宇宙は宇宙で青とか赤とか緑とかで輝いているだろ。派手な単色じゃなくて、それこそガンダムみたいなトリコロールじゃないけど3色4色で塗装した方が視認はしやすいかもな。サバイバルで生産後に塗装しておけばいいだけだがな。と、まあこんな感じで作ったわけよ。このキャピタルベッセルとスモールベッセルのセットで月でのペンタッチド採取任務をこなす。まあそのためにもまずはフラックスコイル集めをしなきゃならんのだが、アップデートでアクアでもフラックスコイルが手に入るようになってな。低コスト感を経由せずにパトロールキャピタルベッセル02を作った方が早いかもしれないという事態になっている。その方が別の惑星に行くのも早まるんだが。好きにしろよ。まあそうなんだけど、大規模アップデートが控えててワールド再生成の可能性もあるからサクッと進めるべきか知らんがな。じゃあいいや。とりあえず資源集めつつ、近場の惑星にはワープ可能なスモールベッセルで偵察する方向で進めるか。次回はワープドライブ搭載スモールベッセルの整備。今回はここまで。また次回お会いしましょう。チャオチャオチャオ。